キンプリ、最後のテレビ出演の翌日は、ジャニーズの仲間が怒涛の、ゴタミヨシラッシュス、スノーマンメグロハス、シクストーンズ、何は男子、絆の更新。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。いよいよ、この日を迎えた。 5月22日で k n g o p スは平野市要26、岸優太27、神宮寺裕太26の3人が脱退し、ジャニーズ事務所からも退場、岸の宮城退場、高橋海斗24と長瀬恋24の同ユニットへと生まれ変わる。 脱退前最後のテレビ出演は冠番組が5月20日の20時から22時の k n g p n s ル。日本テレビ系。生放送の歌番組が同日22時55分から23時20分にかけての NHK のメニュー101でした。前者では締めっぽくならないようにメンバーが和気あいあいとしていたのに対し、後者は平野さんを筆頭に5人が涙。 多くの視聴者がもらいなくしたと話題になりましたね。女性誌ライター。メニュー101でキンプリは最後にビューティフルフラワーを披露したのだが、最初の部分で平野は涙がこらえきれずに歌えなくなってしまう場面があった。人流児や長瀬が肩を叩いて励まし、それを受けて平野が頑張ってパフォーマンスを再開。 曲の終盤ではメンバー全員が涙を浮かべており、騎士は、すみません、と小声でつぶやき、顔を見せまいと後ろを向く姿もあった。平野は、こんなに泣くはずじゃなかった。最後のありがとうというフレーズもメンバー、ファンの皆さんにも言えたので、すっきりしました。騎士は、一生忘れられない思い出になった、と、歌唱後にそれぞれコメントしていた。 ファンの間でこの部屋さんたちの姿が大いに反響があったのは言うまでもありません。そしてそれは、金プリと縁のあった他のジャニーズたちも同じ。多くのジャニーズタレントたちが、各々の,の,の公式ブログ、ジャニーズウェブやツイッターなどを更新し、写真やメッセージを投稿していました。 やめるとか脱退とか、そういったニュアンスのワードは避けていましたが、それぞれ深い愛を感じる内容でしたね。全脳四角多くのジャニーズたちが思い出の写真を投稿。まず、トラビスジャパン、トラジャは、メニュー101の楽屋を訪れて応援に来ていたことを、キンプリとトラジャが互いに公式ツイッターとインスタで報告。 トラジャメンバーの中村海人さん26は公式ブログを二度に分けて更新し、神宮寺は中学時代から付き合いのある同期で大人になってから一緒にお酒も飲んだ、小、平野は友達になってくれて、ありがとう。またご飯に行きたいという胸の内容を投稿していました。 メニュー101、楽屋での集合写真では、平野さんが中村さんにチョークスリーパーをかけるおふざけをしていて、仲の良さが伝わってきましたね。前での女性誌ライター。また、写真については、政治ゾーンへの中島健と29も、インスタグラムのストーリーズを更新。 2016年の映画、黒崎くんの言いなりになんてならない。2018年の映画、ニセ恋で共演したことに触れて、黒崎とカジ、米印中島と騎士の役名、騎士とは映画で2回も共演、と、黒崎くんで撮影したオフショットを紹介していた。 シクストーンズ王グループ全体のブログと森本慎太郎25の個人ブログにそれぞれ金プリの写真を投稿。スノーマンではメグロレン26が2021年に高橋が撮影した部屋、神宮寺、岸田脱退組の写った写真をそれぞれ投稿している。スノーマンの場合、19日にミュージックステーション、テレビ朝日系、 で、キンプリと共演したこともあり、20日には向井康二さん、28、もブログを更新。周りを笑顔にすると平野さんを称賛し、M ステで撮ったツーショットを紹介していました。平野さんと向井さんは、関西ジャニーズ JR 時代から付き合いが長くて、現在も硝子児と呼ばれているコンビですね。全道 四角なには西畑は寝つけなかった。さらに、過去に金プリと共演の機会が多かったなにわ男子の西畑大二26や、ジャニーズ JR 内ユニット批配 GTS の井上水二十二も、それぞれ公式ブログを更新。金プリについて言及している。 西畑さんはキンプリの話とは明言していないものの20日の夜はいろいろな思いが込み上げてきて寝つけなかったという胸の話を投稿。井上さんは本筋は今年6月に控えているライブのリハーサル練習の話でしたが、最後の方でキンプリのビューティフルフラワーを素敵な曲として賞賛。どちらもメニュー101のことを想起させるともっぱらです。 前での女性誌ライター。こうしたジャニーズタレントたちのリアクションにキンプリファンからは、メメのブログにもシクストーンズに,にもブログにもシンタロウくんのブログにもキンプリちゃんの写真上がってる。ありがとう。こんなの見たら泣いちゃう。キー・エヌ・ジー・アンドプスって本当にたくさんの人から愛されているグループなんだなって。 ジャニーズ内で金プリと過去に撮った写真とかいろんなグループの人がブログに載せてくれたりしてるのすごいな。あと、ちょこちょこ金プリファンを気遣ってくれてるんだろうなって言葉を紡いでくれたり、大れくんのブログも金プリのことだろうな辛いよね。 関西で一緒に頑張ってきた仕様がいなくなっちゃうなんて考えたことなかったよね。これからもレン君のことをよろしくね。大切な同期、親友としていろんなジャニーズの先輩後輩の人たちがブログにキンプリとの写真あげてくれて本当に愛されているグループだなって改めて思いました。5人はきっとまた戻ってくるって信じて待とうと思います。といった声が SNS に多く寄せられている。ファン、そしてメンバー間だけでなく、近い世代のグループからも愛されていたキンプリの平野、騎士、神宮寺。改めて、彼らの人間力が明らかになった1日だった。近く力加減してあげて、M、平野市用、まさかのチョークスリーパー。 キンプリかけるトラジャ感動の集合写真は最後まで笑顔で、トラジャの公式インスタグラムでは、電車で撮ったらしい別バージョンの写真もある。